お元気ですか、ボクシビです。今日は2022パシフィックリーグルーキーカードセットの開封動画です。これで、ね、今ちょっと私まあ体調不良なんですけど、これはね出す約束なのでね、これはね動画で出しますのでよろしくお願いします。では早速ね開けたいと思います。今回はねこれは直筆サインカードで、必ず1枚は出るというふうになっておりますのでね、お楽しみくださいませ。それではね早速ね開けたいと思います。まずはオリックスのねムクノキ蓮選手、野口智也選手、福永翔選手、渡辺春人選手、池田龍馬選手、横山楓選手、小木田敦也選手でございます。続いて千葉ロッテですね、松川選手、池田選手、広畑選手、秋山選手、八木選手。続いて楽天ですね、吉野選手、安田選手、前田選手、タイ選手、松井選手、西垣選手、吉川選手。続いてソフトバンクですね、これは風間選手、まさき選手、木村選手、野村選手、大竹選手。続いて日本ハムですね、タス選手、有園選手、水野選手、坂口選手、黒柳選手、長谷川選手、松浦選手、北山選手でございます。あ、まだありますね、上川畑選手でございます、ごめんなさい。で、ライオンズですね、隅田選手、佐藤選手、古賀選手、羽田選手、黒田選手で、中山選手でございます。で、ここからはですね、シーラー付きのねカードとなっております。まずはですね、オリックスバファローズの、小木田敦也投手のこちら白サインカード付きでございます。こちらが63分の28となっております。続いてね、千葉ロッテの八木明投手でございます。はい、こちらがね63分の11となっております。で、皆様ね、お待たせいたしました、直筆サインカードでございますが、我が日本ハムファイターズが出ましたね、松浦慶斗投手の直筆サインカード付きでございます。39分の31でございます。またね、14か15ですかね、またこういったカードも、開封動画出しますのでよろしくお願いします。体調がね、良ければの話ですけどね、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。